皆さんこんにちは、宮崎雅也です。この番組は声優である宮崎雅也がさまざまなことに挑戦し成長していく応援型育成番組です。では早速ゲストにご登場いただきましょう。お願いします。はい、どうも、前失礼します。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。何型でしたっけ私。大型の浦尾武宏です。よろしくお願いします。そう、ね、当てたってさっき言ったんですけど、うん、僕が当てた人あの2人とも大型でしたね。大型が好きなんです。なんか言ってたよね。多分その相性がいいんだなって思います。で、あの A 型の人にちょっとイライラされます。あーそうか。そういうことね。そう、あの大雑把だから、あ気になる。そう、今日の縮図として現れてたよね。現れてました。今日のね、そのスタッフさんが A 型で、あの完全に現れてたなっていうふうに思いましたね。はい、今日はありがとうございます。こちらこそ。来てくださってよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お世話になっております。こちらこそです。はい、というわけでね、うん、今日はあの僕のゼロスタートということですから、はい、僕が仕切らせていただくんですけれども、頼もしい。今回は公開録音でゼロスタ第36回を収録しております。はい、ご来場いただいた皆様ありがとうございます。改めてありがとうございます。ありがとう、来てくれて。あ、そう、 A 型もちゃんと好きだよ。僕は A 型も好きだよ。AB は？ AB は不思議だなって思うかな。ざっくりしてるね。うん、大型の人は、うん、その包容力があって好きだなって思うし、うん、A 型の人は僕ができないことをきっちりしてくれるから好きだなって思うし、うん、B 型の人は一緒にいておもろいから好きだなって思うし、うんうんうん、AB の人は不思議だなって思います。うん、なんかこのなんで血液型の話になったかというと、うなんかそのミヤタンがさっきこう自分のバッグからね、はい、なんか物をガサガサ探してたんだけど、はい、なんかすごい探し方してたよね。ガサガサガサバン、ガサガサガサバンみたいな、あー B 型が出てるわみたいな、一人でボソボソ言ってて、あ、それ B 型とかいう問題じゃなくねって。 B 型なの。 B 型だからあれになるんですよ。あ、そうなん。そう、 A 型だったらもうスッツ、でもそもそもまとまってるから。あ、そういうこと。そうそう、スッて出してできるんですよ。じゃあ B 型みんなこうやってるってことで OK？ 違う違うって言ってるよ。何型ですか。本当にすごい。ちょっと信じられないですけれども、まあ、はい、そうですね、あの基本的にはその緊急時のドラえもんみたいになりながら、うん、すごかったよね。慌てたドラえもんみたいな。あれでもない、これでもないってなるのがまあ普通ですね。はい、そして、あ、そうだ、お二人は公開録音の経験ありますかっていうね。あ、ここね。そう、あるんですけれども。どうですか。俺はね、はい、俺は多分ある。あるおそらくあったと思う。あ、そのはるか昔の記憶になるんですか。そう、 あ、 そうなんだ。あとでもその時確かに無観客みたいになっちゃって公開録音だったんだけど、はい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 、だからあれが公開録音だったのかは、なるほど、なんかこう正式な公開録音なのかわからない。じゃあもしかしたら2人で初めての可能かもしれない、ね、初めて。僕はでもあのプロナイトで、あ、出張。ああ、そっか、はい、はい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 、やってたね。そう、その時も誕生日、まあ、そうたけしんからカバンをもろて、伊勢湯からバリ腹立つあの大量のうどんをね、あいつ距離バックでさ、みやさんとか言って、やばいね。そう、ずっと隠してたの、それも。で、なんか楽屋入って行ったら、うん、なんかその誕生日おめでとうの時に、うん、なんかこっそりこそこそこそって持ってきて、ドーンびっくりしちゃう。で、声優っぽいな。でも嬉しかったんですよ、うん、僕はうどんいっぱいだと思って、うん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 、で、毎日ね、うん、あの 2,3 食ずつぐらいこう食べていってたんですよ。3食ってほぼ全部食べていってた、はい、そしたら1個だけそば混じってて、うわあいやるなあいつ。そう、そう、表で言ってよって。おもろ、ねえ、俺だけなんか一人で悔しく、そばやないかい。すげえ。そうなって面白いね、うん、やるなって思いながら、何の話してんだこれ。高録は初めてかな。そう、じゃあお互い初めてではない。そうです ねお互い、うん、ギリ初めてではない、うん、でも誕生日の高録はさすがにない。初めてなんじゃないですか。これから先もなかなか ねできることないと思うので、うん、すごい貴重なあの時間だなというふうに思っております。はい、というわけで、うん、始めていきたいんですけれども、はい、なんか
いいか、始めるか。なんすか台本にね、うん、リスナーさんたちの声を拾っていただいても OK ってあるんだけど、あもう何声出してもらおうかな。まあ、あれだよね、だいたいこうこういう時は遠くから来た人みたいな、あやりましょう、じゃいじりがあったり。でもさっき血液型いじりもやってたからね。そうなんですね、いじりって言っちゃった、血液型いじりって言っちゃった。血液型占いね、うん、うん、あ、占いだったの、宮田式血液型占い、はい、血液型を当てるという。じゃあ A 型の人。いやでもこれね、そのバースデーイベントの時もやったんですけど、はあはいはい、多く見えるじゃないですか、はあ、で次 B 型の人って言ったら B 型も多く見えるんですよ。で O 型の人って言っても O 型も多く見える。圧がすごいですね。これすごいから見ててくださいよ。はい、見ててくださいよ。なりますからね、はい、はい、O 型の人。多くなるで、多く少ないですよ、多くやつ明らか少ないです。こっち見ないで、こっち見て、こっち見て、こっち、こっち見てください。明らか見、もっとちゃんと、こっちも少ないです。全体で少ないです。じゃあ B 型の人、ほら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 、あの、こっち見て、こっち見て、A 多いっすね、絶対、こっち見て、絶対 A 多かったっす。じゃあ最後最後、AB の人、 AB 2,3 人しかいないんじゃないもん。あれほらほら。ごめんね、なんかすごい、あの、上げづらかったね、手ね。じゃあ結構その3分の1ぐらいは今日みんなイライラしてるってことなの。この状態でやっていけますか。やっていけるかな。だからその、まあまあまあ、イライラというか、うん、そのちゃんと温かい目で見ててください。お願いね。もうお願いレベルな、もうっていう感じで見ててください、うん、お願いします。はい、はい、じゃあいけるかな。それでは番組始めていきましょう、はい、宮崎雅也のゼロスタート、浦和さんも皆さんも一緒に、はい、開始って言ってください。開始ね、準備はいいですか。はい、せーの、開始。宮崎雅也のゼロスタート、この番組はラジ友の提供でお送りします。ちょっともうワンテイクいいですか。恥ずかしいんだもん。提供を笑うってどこですか。スポンサー様ですよ。え、宮崎雅也のゼロスタート、いけって、過去の自分から言われてるよ。過去の自分に、うん、過去の自分とかしっかりしてんじゃない。最初はこちら、お誕生日をお祝いさせてください。イエーイ、イエーイ、お願いします。僕にお誕生日をお祝いさせてください。大丈夫、喉大丈夫。Happy birthday。 嬉しい。あ、嬉しい。イエーイ、おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。いや嬉しい、おめでとうございます。あ、すいません、長い間ケーキです、長い間持たせてしまって、とんでもないです。あ、そこに置くとかんのか、ね、どうしよう、せっかくだから真ん中に置こうか。あ、そうしましょう。はい、はい、あ、曲もいいところでぴったりだ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんもおめでとうございます。嬉しい。まあ誕生日だしね。まあ、今もおめでとうって言ってくれたけど、はい、今日はさ、はい、素敵なドリンクも用意してあるじゃない、はい、あります。皆さんもお持ちですよね。これでみんなで一緒で乾杯しましょうよ。やった。なんて呼ばれてんの。みやたん、みやたん、みやたん。じゃあせーの、みやたん、お誕生日おめでとうって言えばいいんじゃない。で、乾杯しましょうね。じゃあいきますよ、はい、せーの、おいしい。これはみやたんが選んだ抹茶だよね。僕のあの、うん、畑から取れた。そうだよね。もちろんそうだよね。急に嫌な先輩。あ、でもそう、あのね、ツイッターにも載せたんですけども、うん、僕が抹茶選んだ理由、カラオケに基本発声とか、うんうん、まあ練習だったりとか、うん、
その台本読みに行ったりとか、うん、なんか集中、家より集中できるから基本こもってるんですけど、はい、その時に飲むのが、その頭に糖分を送るために飲むのが抹茶なんですよ。おそれが一番好きなのかな、うん、でメロンソーダも好きなんですけど、うん、普段そのそれこそこの間ね、うん、あのオージャンこの間ね、この間だいぶこの間だけど、そう、はいはい、あの一緒に行った、はい、行かせていただいた時とか、メロンソーダ基本飲んでると思うんですけど、あれもちょっと理由があって、全然覚えてない、そうだっけ、そうだ、あのね、はい、そのあんまりああいうところって抹茶置いてないんですよ。おーおーおー、そう、あんまり抹茶なくて、はいはい、でなんか上位で言ったら1位抹茶、2位メロンソーダですかね。ですかね、うん、だから今回その飲み物どうしますかって言われた時に、抹茶っていけるんですかねって言って、まあその言い方だったんです。そうです、いけるんですかね、おい、いけるんじゃないってなって、で抹茶に、おめでとうケーキもあるしさ、はい、あとなんか喋りたいこともあるんじゃない。あ、そうですね、抹茶めっちゃむっちゃ好きって言ったんですけど、本当一番、うん、本当は一番好きなのは、なんのこっちゃに抹茶に紅茶屋が好きですね。はい、え、なんですか。なんのこっちゃに、その僕がその、はい、語感がね好きなんですよ、はい、抹茶めっちゃむっちゃ好き、うんうん、でそれよりも本当は好きなワードが、うん、なんのこっちゃに抹茶に紅茶屋なんですけど、なんのこっちゃ抹茶に紅茶屋、そう、あ、が好きなんですけど、はいはいはい、まあ、それでちょっとツイートするのはさすがに、どうなんだと思って、でだから本当1位はなんのこっちゃに抹茶に紅茶屋なんですけど、今回は2位のその抹茶めちゃめちゃ、あのさはい、はい、その話もいいあのさ、じゃあさはいはい、俺からも渡していいからええー、嬉しい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。マジで今の話が何のこっちゃだったわ何のこっちゃに抹茶に紅茶です。バースデーにとんでもないことになるとこだった今。開けてもいいですか。あ、もちろん、やった。あ、ごめんなさい、マイク持ちますよ。すいません、ビリビリに、ビリビリっていっぱいビリビリってやって、もうアメリカのクリスマスの子供のようにやって、うわーってやつやって、なにこれ、全然ラジオじゃ伝わんない。そうか、これ載せなきゃいけないんだ。なにこれ、これなんて読むんですか。マルマルマルブンマルバン、わかんない、マルブンだ、マルブンマルブンマルブン、とにかく早く開けてください。今放送を剥がしております。誕生日の人が、あ、まだ放送されていました、すいません、ここまでとは。うわぁ、終わった、わぁ、元気、元気、かわいい、すごい、これはまあ、中身は、うん、そう、伊勢優からもらって、なるほどね、なんかいっぱいもらうかなと思って、中身の方は俺もよく送るし、なんか今年はその側入れるものを、うわぁ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです、とんでもないです、ありがとうございます。ダガニャンさんにね、昨年あれもらったんですよ、なんすか、おつまみじゃなくて、その七味とか入れたりとか、はいはいはい、それがちっちゃいやつ、うんうん、あれとセットで使いますね。あとあのね、一個バンと置いたけど、何ですか、それもう一個プレゼントなんで、ええー、それ危ない、捨てるとこだったね、捨てるとこでした、そうそう、これも そっちも、これ、怖い怖い怖い、これ、そう、怖い怖い怖い、そんな大丈夫ですか、こんな後ろでいいのこれ、絶対前出た方がいいと思うんだけど、これ何、足跡ペンギンのレンゲですね、めっちゃ可愛い、青い花、それは分かんない、作った人じゃない、せサイン、成果、成果、めっちゃ可愛い、すいませんね、 ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、いえ、おめでとうございます、嬉しい、めっちゃ可愛い、いっぱい食べてください、はい、じゃあそれでケーキ食えば、おーおーなのか、はい、というわけで、というわけで、はい、ケーキいただきますか。ケーキ食いながら、うん、コーナーやろうか、そうしましょう、聞いてくださってる方は、そう
ケーキを想像してください。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、以上お誕生日をお祝いさせてくれでした。宮崎雅也のゼロスタート。はい、続いてのコーナーはこちら、ふつおたありがとうございます。それでは皆さんからいただいたメールをご紹介していきます。めちゃくちゃメール来てるじゃん。これでもちゃんとその、うん、全部目通して、うん、あの読む文を持ってきました。読む文これはオールナイトになるぞ。まずじゃあいきますね。ゼロスターネームズーミンさんからいただきませんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ズーミンさんいらっしゃる？あ、ズーミンさんじゃあ聞いてくれてんのかな、うん、こんにちは。こんにちは、宮崎さん、浦尾さん、こんばん、あ、ごめん、こんばんはだった、ごめんなさい。こんばんはって書いてあるのにこんにちはって言ってる、こいつ。こんばんは。本日は宮崎雅也のゼロスタート公開録音、お疲れ様です。お疲れ様です。あの浦尾さんがゲストなら盛り上がること間違いなしですね。配信を楽しみに待っております。ところでお二人は様々な番組やイベントで一緒になったり、プライベートでもよく遊んでいる印象があります。そこで気になったのですが、お二人はいつからそんなに仲良くなったのでしょうか。年齢も芸歴も約10年の差があるにもかかわらず、そんな壁を全く感じないってすごく素敵なことだなと思います。よろしければお二人がいつどんなきっかけで仲良くなったのかお聞きしたいです。最後になりますが、宮崎さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも宮崎さんが大好きです、素敵なお誕生日当日になりますようにということで、ありがとうございます。僕と浦尾さんが仲良くなった、うん、いつからそんなに仲良くなったのでしょうかって、ね、さっき年齢聞いて、まあ、いつも聞いてるんだけどさ、めちゃくちゃいつもびっくりするんだよね。いつも聞いていつもびっくりしてますよね。あ、そんな離れてたんだ。あれは何なんでしょうね。でもね、あの必然だったなとは思いますよ。いつから仲良くなったは、うん、オージャンじゃないですか。そうだね、あの浦尾さんが、うん、あの読んでくださって初めて、それがすごいきっかけで、あの一緒にこう、そう、めっちゃね、その観光したんですよね。一緒にさせていただいて、後泊させてもらって、うん、でタクシーの中で、あの出航しながら2人で、あ、曲をね、そうそうそう、流したりしてたね。そう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 、楽しいなって思いながら、僕本当、うん、僕からいいですか、うん、僕のターン、あの仲良く仲良くなったなって思うその理由なんですけども、うんうん、これ最近多分こうだろうなって思ったのがあって、趣味が多分めちゃくちゃ合う、兄貴なんじゃないかって思うぐらい一緒じゃないですか。そうか、僕が好きって言ったものはドンピシャで好きだったりとか。そうだね、この間のあれでしょ、あのそれこそ宇宙兄弟さんの宇宙兄弟にさんつける。宇宙兄弟さんね、あの人からの時にね、うんうん、あなたご飯行ったんですけど。そうなんですよ。ちょっと後ろにいたんだよね。あの時、人からの時、浦さん後ろでずっと帰って見てた。そうやってくださってて、でその後一緒にご飯行ったんですけど、あの時に宇宙兄弟のこの曲とこの曲が好きなんですよって言ったやつ、うん、ドンピシャ で全く同じ曲が好きだった、びっくりしたとか、あと他にもなんか、うん、なんだろうな、な考え方とかが近しいのがすごいあるなって。それこそこの前、あの朝まで一緒に出た。そうだね、そうそうだ、あの飲みをね二人で付き合ってくださって、鳥貴族で朝4時ぐらいまで、そうそうそう、行ったね。そう一緒に話して、お芝居の話とか、その時にさせていただいたんですけど、なんか共感がすごくて、確かにあの時すごかったね。ね、うんうん、もうなんかあの本当は12時でもう帰ろうってなってたんですよね。うん、電車ももうホームまで行ったんですよ。そう、駅のホームまで行ったんだよ。電車で、あ、じゃあこの次の次ぐらいで僕乗りますねみたいな感じで言ってたんですけど、ちょっと話してたらまだ帰りたくない、ね。そうだな、ちょっとこれまだ帰れないな。改札出るかってなって朝までね話しさせていただいたんですけど、そういう
のもあってなんかすごいなんだろうな、うん、似たものをたくさん感じるから、うん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 、なんか必然って言ったんですけど。確かに、うん、村尾さんは何かありますか？ダイレクトアタックですね、今。はい、今ダイレクトアタック。でで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 ん、なんで、あ、ちょっと舌巻きません？え、そっち？はい、でで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 んじゃない？それ何ですか？え、遊戯王の。僕も遊戯王ですよ。全然合わねえじゃん。やら、みやたんは、はい、なんかね、これめちゃくちゃいい意味で、はい、程よく、舐めてるじゃん。これでも超大事なことなんだよ。その上の年齢の人からすると、はい、まあ、すごいね、なんだろう、礼儀正しい子ももちろん素敵だけど、みやたんはそれが基盤にあった上で、はい、こうちゃんと不快感なくこう突っ込んだり、いやそれちゃいますやんみたいな感じのノリをわけ隔てなく俺にやってくれるから、一緒に行ってすごいその年齢差も感じないし心地いいなっていう、うん、それ本当に、まあ、まあ王者だよね。もう最初の王者からそれをめちゃくちゃ感じて、で移動もずっと長かったし、うん、2人でずっと喋ってたね、うんうんうん、あ、なんかそうなんだろう、いつもう自然と、あ、嬉しい、話せるようになってた。いやでも、うん、なんですか、そのあれですよ、ちゃんと本当に、うん、あの関係値のある状態で、うん、舐めてるわけじゃないですからね。いや、そうそう、いや、それはもちろん、もちろんそうなん。そうなんです。で、あとその、その本当先輩方、うん、そうなんですけど、皆さんあのこうなんて言うんでしょう、綺麗なパスをね、もうはいはい打ってっていうパスを投げてくれるのに、俺にはそれを無視することができなくて、おいって言っちゃうっていうのがあるから、多分その言ってるというよりかは言わされている感覚が。そこの突っ込んでくタイミング、チョイスとかが全部的確だし、あ、うん、ちゃんと人を見てるなっていう。恐縮です、うん、嬉しい。いいメールありがとうございました。メールいっぱい読もう。ゼロスタネームねえねさんからいただきませんです、ありがとうございます。ねえねさんは、あー、こんばんは。お便りありがとうございます。まさやくん、浦和さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。公私ともに仲良しそうだなと思っている組み合わせでの公開録音ということで、本日をとても楽しみにしていました。そして今日はまさやくんのお誕生日ということで、おめでとうございます、ありがとうございます。まさか当日にイベントが開催されると思わず、直接お祝いできてとても嬉しいです。せっかくの誕生日、かつゲストに浦和さんがいらっしゃるということで、浦和さんからまさやくんへのお祝いのスピーチを聞かせていただけませんでしょうか。もうやったやん。感動のあまり、まさやくんや感情の、会場のファン、スタッフの方々がすすり泣いてしまうような素敵なスピーチを楽しみにしています。もう喋っちゃった、いっぱい。いいお便りだ。ただいまご紹介に預かりました、はい、宮崎雅也さんの、はい、友人の浦和武弘と申します。本日は素敵な会にお招きいただき誠にありがとうございます。そうですね、雅也さんと僕との出会いは結婚式、やはり、あ、最初はあれですね、サイド M のリハーサルが一緒になった時に、はい、挨拶を ね、 後ろからね、 こちらからね、わざわざこうクラファの部屋に乗り込んで、うん、どんなもんやねんクラファとはというのをね、覗き込んでいたら、はちゃめちゃに緊張しました。なんかしかも 見に行ったにもかかわらず、あんまちゃんとろくに挨拶もせず、こう覗いてちゃんとやってるからこうやって帰るっていうのをやったら、なんか後々聞いたら、あの時めちゃくちゃ怖かったっていうね。そりゃそうだよね、だって後ろで腕組みでこうやって見て、俺はでも感動して泣いてたんだあの時。そうだった、全然伝わらないですね、うん、やっぱ言葉にしないと、はいはい、でもね、うん、今となってはこんな軽口も叩くようになったし、はい、軽口はそうですね、いろんなね、遊園地に行ったり、はい、映画も見たり、はい、うどん食べたり、はい、うどん食べたり、はい、あと釣りにも行きましたね、はいはい、キクティが悲しんでいました。俺が調べたのにな、なんか、あ、浦和さん先にミヤタンと登録やっちゃうんだ。そう、ジャケットではやってなかった登録を、前回の、そうですよね、やつでお話ししてましたよね、はい、僕ちゃんと聞いてて、うん、あのそのあ、本当ですか、はい、その中のタケルさんに、うん、違うよって、
違うんだって言っておきました。なんかでも当日お祝いの LINE 送ろうって言ってたけど来た？あ、まだ来てないです。うわ、そういうとこだなあいつらマジでやば、めちゃくちゃ言ってください。あの、催促しますね、うん、LINE の僕今日誕生日ですって後で LINE 送ります。めちゃくちゃなんか必要以上にさ風船のスクショとか載せまくれ関係ないツイートのリプとかにこうタイミングがありますから、ダゲルさんも、はい、まあ、これからもね、はい、キクティをないがしろにして仲良くしてください。よろしくお願いします。するか、誰がするか。僕たち二人でやっていきましょうね。無理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 、よろしくお願いします。やだなんだこのスピーチやだよ、なんでそんな嫌な先輩やるんですか。おめでとうございます。受け取りづらいありがとうございます。そうですね、後で LINE しよう。わけわかんないよね、誕生日の人から LINE するって、うん、あんまりないですね、うんうん。じゃあゼロスターネーム葉月さんからいただきませんです。ありがとうございます。ありがとうございます。葉月さんいらっしゃいます。あー、うん、こんばんは。いらっしゃいこれめちゃめちゃおもろくない、なんかこんばんは、こんばんはみたいな、なんかその住人との挨拶みたいだなって思っちゃったさっきからマンションでこう通り過ぎる人のね、はい、あんまこんばんは、こんばんは宮崎さん、浦和さん、こんばんは。こんばんは。宮崎さん25歳の誕生日おめでとうございます。宮崎さんがいつも笑顔でいられるような素敵な1年になることをお祈り申し上げます。質問ですが、お二人が一番印象に残っている誕生日プレゼントは何ですか。ちなみに私は学生時代に友人から唇の形をした砂糖菓子をもらったことがあります。すごい、なんだそれ、唇の形をした砂糖菓子、食べづらいよね。うん、だ、砂糖菓子とチューするってことですよね。そういうことだね。で、最終的にはかじって食べるってことですよね、うん、どういうメッセージだったんだろう ね告白とかされたのかな。ちょっと聞くのも恐ろしい、ドキドキしちゃう、ね、なんか印象に残っている誕生日プレゼントってあったりしますか。なんだろうな、あーなんだ、飲んでる、飲む時間だもうまたキクティの話になっちゃうんだけど、おー、はいはい、キクティって、うん、はい、センスが、うん、まあまあなるよあのね、昔ね、はい、今はそんなことないんだけど、はい、成長したなって俺も思うんだけどどういう風に聞けばいいんだ、はい、一番最初の、はい、そのジャケット、確か一番最初の、うん、俺の誕生日の、うん、回ってきた時に、はい、あのさ、すっげえでっかい貯金箱、おー、10円とか100円とか、うん、500円とか入れるとこう分かれて、はいはいはい、ありますね、いるあれさ、いるいや、嬉しいですよ、嬉しい、テンション上がります。そうだよね、僕はあのインテリアとして多分、ああなるほどね、はい、置けると思う。俺もインテリアとして、はい、すごいクローゼットの奥の方に飾ってある飾ってある、あ、飾ってある、うん、インテリア、インテリアとしてクローゼットの奥に、奥の方に、それはちょうどね、角と角に合うの、箱が、ああ、シンデレラフィットすんのそれはちなみに、あの、見えるんですか、普通にしてて。いや、なんか見えないおしゃれってあるじゃんそれ下着だけですよ、見えないおしゃれは。見えないとこ、あんま部屋でやらないんですよ。あ、そっか、うんバカじゃないのしかも箱がフィットしてるってことは箱出してない出してない、やば、意味が分かったら怖い話だった。そうやば、そういうことですよ。かわいそうだよ、それが印象に、印象には残ってます。だから印象には残ってます。よかった、だから4年越しぐらいに浄化された。すごい、よかった、ありがとう、すごいや、ありがとう。どうですか、みやたんは。僕印象に残ってるのは中学生の時に友達からもらったお財布、うんうん、おー、いいね。今も使ってます。ベリベリのやつ。ベリベリじゃないですよ。中学生の財布ってベリベリの財布でしょ。だってだその中学生のチェーンついてさ、ここにさ、話聞かないやん、落ちないようになるやつ。中学生の時に、あ、何を言おうとしたんだ。中学生の時にちょっと高いお財布を友達が頑張って買ってくれたんですよ。すごいいい友達だね。そう、それが嬉しくて、うん、今もボロボロですけど、使ってますね。そうなんだ、ちょっと後で見せて、うん、あ、いいですよ、うんうん。はい、じゃあ続きまして、ゼロスタネームシンプルに佐々木さんからいただきまさやんです。こんにちは、
シンプルに須崎さん。しいない。うん、オッケー。あ、じゃあこう、あのあれね、音に乗ってありがとう。ありがとう。みやたん、ゲストのオランさん、こんばんは。こんばんは。初の公開録音、そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。さて、お二人に質問です。みやたんとうらおさんは公私ともに仲良しという印象を持っているのですが、お付き合いが長くなる中でお互いに影響を受けたことはありますか？つい口癖が移ったり、趣味の幅が広がったりなどのエピソードがあればぜひお聞きしたいですということでいただいております。影響を受けたこと。影響、うん、あ、でもなんか曲とかは、まあ、さっき趣味似てるとも言ったけど、でもやっぱこの最新の子じゃん、令和版みたいな。こっちやっぱまだ平成。ああ、なるほど、その曲のあれと、あれとしてはそうですね。でなんかこう流してる曲とか、聴いてる曲とか、あと LINE の BGM に設定してるやつとか。さっきね、楽屋で話したやつですね。そうそうそう、そういうところでなんか、あ、こういう曲聴くんだと思って、宮田きっかけでこう、新しい、音楽のジャンルとかを。そうですね、じゃあ LINE の BGM の話に、関してはちょっと後でさせてください。そうだね、これちょっと、聞きたいんだよ、聞きたいことがある。めちゃくちゃ聞きたいことなんだよ、はい、僕たちがバチバチに対決している、ね、話があるんで、ちょっと後で相談させてください、はい、僕影響を受けたこと、浦尾さんのその明るい部分かな。明るい部分、うん、なんかいたら、そのいつも言うんですけど、いるだけでその場が明るくなるんですよ。それがちょっと意味わからんすぎて、そのでもそれはめちゃくちゃ見習ってたいなって思う部分で、だからなんかこう自分が浦尾さんいないときに、自分が浦尾さんになれるようにこう立ち回ってみたりとかするんですけど、結構な頻度であの空回ってます。ああ、俺慣れてるよじゃあ。結構な頻度で空回ってます。ああ、慣れてる、はい、あ、大丈夫です。合ってるんだこれで。 あと合ってちゃいけないかもしれない、それは。あんまり良くないかも。もうやめた方がいいかも、それは。そんなこと、いやでもなんかそうですね、あの元気だねとか言われたりとか、逆にあの大丈夫壊れたって言われたり、やばい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 言われたりとかはしますけどね。元気だねも大丈夫それ。いい言葉として言われてる。わかんない、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、もう一つ、もう一つじゃあ最後に読みますね、ゼロスターネームポテトさんからいただきませんです。ありがとうございます、ポテトさん。やき、あー、こんばんは。ポテトは好きですか？うん、好きそう。コンソメ。ポテト占いやめてもらっていいですか？違う、それやるとまた長くなっちゃう、はい、あ、すいません、メール読めなくなっちゃうんで、すいません。あって言ってたし、多分コンソメ以外だ、絶対そう。宮崎さん、ゲストの浦尾さん、こんばんは。こんばんは。まずは宮崎さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。公開収録の日がまさかのお誕生日当日、自分のことのように喜びました、せっかくなのでお誕生日関連の質問をさせていただきたいと思います。お二人はお家で誕生日を祝うときにどんなお祝いをしていましたか？それぞれのお家でいろんな誕生日の仕方があると思います。ちなみに私の家ではお誕生日の日はお寿司と決まっていました。注文したお寿司を取りに行くだけでも特別な感じがして楽しい思い出です。宮崎さん、浦さんのお家で必ず食べたものや我が家ならではのお祝いの仕方などがあればぜひとも聞きたいですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日ポテトじゃないんだ、思った今、思っちゃった。結構そのね、あのチキンとかポテトとか、ね、唐揚げとかをイメージしてたんですけども、お寿司。ああ、お寿司。お寿司どうすか？お家でお祝いとかする？しますよ。どうやって？どうやって、お、でも逆にお家でしかしなかったんですけど、その祝日っていうのもあって、あと3月20日っていうのもあって、そのもう学校で友達系とお祝いするというよりかはもう家族がいるから、春休みか、はい、はい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 、っていうのもあって家族でお祝いするっていうのが決まってて、どんなお祝い、まず僕の好きなケーキを選ばせてもらえる。おお、いいね。もしくはお母さんが作ってくれる。うん、素敵。のどっちか、必ずそれがあって、あとはお誕生日プレゼントに、中学生まではゲームを買ってもらっていたかな、中学生以降は現金を。あー、もうあの一番必要、その
分からなくなってたから、その何が欲しいとか、うん、もうあなたの好きなものをこれで買ってきなさいっていう形で、うん、一番嬉しいものをいただいていたかもしれないですね、うんうん、一番嬉しいもの違う、言い方が悪いか、現金に変えるかこれ、違う、これはその気持ちとかも違うんですよ、現金、気持ちのこもった現金気持ちのその気持ちのおめでとうの気持ちが乗っかった、ただのお金じゃない、あれはすごい気持ちが入った、やっぱゼロの数で気持ちって決まりますよね、違う、何個ゼロがあるかってことですよね、舐めないでください、それが100円でも僕は嬉しいです、本当ですか、いやごめんなさい言い過ぎました、嘘だ嘘ついた言い過ぎましたけどまあでもその3つついてたら嬉しいです、ゼロが3つ、はい、3つでいいの、めちゃくちゃ嬉しいです、だって中学生ですよ、あまあそうか、はい、確かにもう十分1本ぐらいは好きなゲーム買えるかお洋服買えるかしたので、うんうんうん、嬉しかったですよ、うん、浦和さんは誕生日か、うん、家でお祝いしたかな、はい、あちっちゃい時とかしてたかもしれない、おお、そんな感じなんですね、そう、まあ、兄弟がおりなくてさ一人っ子だから、まあ、家族ってなると、まあ、両親が、うん、まあじいちゃんばあちゃんが来てくれるみたいな感じだったから、あでもね俺一回何ですか、それこそお寿司と、うん、ステーキとケーキを食べたいって言って、はいはいはい、全部用意してくれたの、おいいじゃないですか、で全部食べるじゃん、うん、全部なくなった、その後全部なくなった、吸収しきれなくて張り切って全部なくなったんだ、張り切って食べ過ぎて、ああそう夜中うーってなって全部返したんだ、そう全部あった場所に本当にまとめて返したんだ、した何の話だ本当に何の話やねんだこれ、ああこれ最後、エンディングです、エンディングですやばすぎそれはやばすぎ、早いね、というわけで、以上、ふつおたでした。というわけで、宮崎まさやのゼロスタート、そろそろ終わりのお時間です。今回、いかがでしたかそのまんま言うやんでも僕からじゃあ言わせていただきますね、うん、やっぱ公開録音って、うん、時間が足んない、足んないね、うん、時間が足んない、いつもはまあ、時間通りやってるか、もしくは押してもなんとかなるなって、うん、やっぱその編集とかで申し訳ないんですけれども、うんうん、なんとかなるなっていうのがあったんですけど、今回はだってね、伸ばしちゃいけないですもんね、そんないっぱい、いや、いいんじゃないですか、ダメいいらしいよ、いいんだ、 OK って、じゃあ遠くてやばいって人はもう帰るねっつってまだ大丈夫じゃない、まだ大丈夫、遠くてやばい人も予定ある人、さっきお便りで見たけど、これ終わってから飲みに行く人いらっしゃるんですよねあ、でもそうか、そ途中のタイミングで ね、抜けていいですからねあ、そっちメインでもう飲みてやっつってすげえなはい、というわけで、ここで、あ、じゃあ、宇野さん、なんすか、なんかありますか、なんかありますかその今回の公開録音、初じゃないですか、ほぼだからなんかさ、その、うん、イベントはたまに一緒にやらせてもらったりするじゃん、うんうんうん、まあ、1対1王じゃんか、はい、この間さ、うん、4、4×4 4×4 の時にさ、その、うん、結構、最初のオープニングトークみたいで結構、まあ、4人いたから、あ伸びちゃって、うん、で後ろのコーナーができなかったっていうイベントがあったんですよ、はい、その時に、うん、なんかこうただ喋るだけでもいいよねみたいなのを2人で話してたじゃん、うん、それが今日叶ったじゃん、叶いました、うん、めっちゃ嬉しいよ、いやありがとうございます、もっと喋りたいもん、うん、まだまだ喋りたい、早く LINE ミュージックの話したいもん、そうもう早くしたい、早くあれね、大事だよ、あれは大事だよ、うん、じゃあその LINE ミュージックの話もちょっと楽しみにしていただいて、はい、その LINE ミュージックの話を頭に置きつつ、うん、お知らせです、はい、ニコニコ動画内のラジトモチャンネルに会員登録するとラジトモ番組のおまけ配信やアーカイブ配信を聞くことができますので、ぜひ会員登録してください。おまけ放送ではゆるっと聞くだけで、引き続き浦和さんと一緒に、んゆるっと砕けた感じでね、いけてたけどねゆるっと聞いてください、うん、引き続き浦和さんと一緒にお届けさせていただきます、お願いします。そして、今回の登録を記念してゼロスタートのグッズを販売します、やったー、
やったえー、本日高録前にそう朝お仕事したって言ったけど、うん、この衣装でねグッズを取ってきまして、かわいい、ありがとうございます、お写真の出来上がりを楽しみにしていただきたいんですけれども、こちらのグッズの販売についての詳細はラジトモ公式 X ノアショップ公式 X にて順次告知されるのでお見逃しなくというわけでね、ありがとうございます。そうこれ選んだ理由はあのゼロスタがきっかけでこの下のねスカートみたいなズボンを、それめっちゃ可愛いよね。そうこれは本田さんにちょ勇気をもろて、うん、買った服なんでちょっとゼロスタのグッズにするならこれだなと思って。スカートなの？あスカートにもなるんですよこれ。あちょっとあんたちょっとあんたこれこれ浦尾さんにもろた。あらこれ私があげたでも私もあら私があげた。そう嬉しい。今年の誕生日にもらったしかもねこの靴を覚えててくれたんだよね。そうそうそう、ピンクの以前会った時にピンクの靴可愛いなって思ってたからこちらでございます。こちらは販売しておりませんのでどうぞ記憶に残してください。ありがとうございます。こちらこそ嬉しい。はい、そしてですね2022年10月から毎月2回お送りしてきました宮崎まさのゼロスタートなんですけれども、番組のリニューアルが決定しましてですね、リニューアルといっても配信のタイミングとか回数は変わらないんですが内容がちょっと変わる感じになるのかなという、お届け、うん、配信のタイミング回数は変わらずお届けする予定ですのでご心配なく。皆さんとお話できる機会はね続いていきますので、なんでプーさんみたいな、これからも、うん、よろしくねということで、詳細はラジトモ公式、これ怒られるな、詳細はラジトモ公式 X にてお知らせいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、はい、ラジトモ感謝祭2024のチケットが販売中です。こちらは宮田も僕もはい出演しますし、その他大勢、はい、総勢20名、うわすごい人数だ。朗読もありますし、ね、そうだ、朗読がメインだからね、うん、今回だから20人バーって出て20人バーって喋って、うん、バーって帰っていくそんなイベントになっております。はい、そんなことはないです。あ、なんか組み分けが出たね。あ、動画上がってました ね、うん、あれ俺誰としたんだ、なんかムロさんがいたようなあれいたっけ、ムロさんいたっけ、みんなうなずいてるから。そうか、いるよね、嬉しい。はい、こちらチケット情報は E プラスでラジトモと検索してください、はい、もう出たらすぐ検索してください。忘れちゃうからね、家帰ってからやろうとか思うんじゃないよ読まれてるよ、忘れちゃうんだから、うちの先輩心読むんだから。っていうか俺がそうだからさあとですね、はい、4月28日日曜日に、はい、なんとジャケットでイベントをやります。イエーイ、ありがとうございます。嬉しい、イエーイ、イエーイ。最近池崎さんよく見るなあ、そうなんだ。そう、なんかそのなんかお便りとかでもね、手紙とかもイエーイってなってたりするんですよ。池崎さん出現率が高い、もしかしたらあの共演リーチがかかってるかもしれない。めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃんこちらのイベントをですね、はい、ここで開催しますので、うん、このチャゲットの命運がかかってますので、チャゲットの命運、本当に頼む頼むマジでお願いしますこれもすぐ出たらすぐやってください。あれ、まだ売ってないのかな日程は決まってるんですね。日程は428を開けといてください、うんうん、ぜひぜひお願いします。はい、やばい、キクティの悪口散々言った手前あいつとここでやるのかって思うとちょっとプラッシュバックしますね、ここで。ちょ、キクティのはレポ金でお願いします。レポ金なんだ、レポ金って言うんだ、そういうの。レポ金です。はい、あと、あ、そうだ、あの、あ、ありがとうございます。そうじゃん、そう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 、グッズの流れでね、ありがとうございます。これ今日僕がさっき告知しまして、あの、もう気づきてると思うんですけど、ここで撮ったんですけどね、これ、シャツ可愛いよね。あとハンカチ、これをさっきあのカバンの中から、うん、これじゃない、これじゃないめっちゃ可愛いですよね、買ってくださいぜひぜひ。可愛くないですか、可愛い、ね、これはね、鳥天とか唐
唐揚げとかき揚げを、僕が好きなもの、だいたいうどん屋さんで食べるものを言って書いてもらいました。めっちゃね、シャツもさ、すごい、なに、俺、着やすいと思って。部屋着にします、僕の。ありがとうございます。あ、そう、うわ、なんて優しいんだ。え、XL でこれで、あの、部屋で着てほしい。これいい。うん、あ、でもイベントとかでも着てきてほしい。わがままばっかすいません。はい、というわけでね、告知させていただきましてありがとうございます。というわけでね、あ、ここまでだ。ここまでか。はい、ここまでか。悔しいが、ここまでだ。じゃあ、パーソナリティの宮崎雅也と、ゲストの浦尾武博です。それでは、またね。宮崎雅也のゼロスタート、ゼロスタート。この番組はラジ友の提供でお送りしました。恥ずかしいんだって。恥ずかしいよ。意味わかんない、意味わかんないじゃん。恥ずかしいですか。すいません。